アルがとうこちずこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイ感謝で1日限定のキャンペーンを振り返るということで、今回なんですが、昨日のまとめ動画でもちょっとお伝えしたんですけども、先日10月の5日に開催された PayPay ペイペイ感謝でについて、僕の PayPay ペイペイな1日を振り返りをしようかなと思います。 早速ですけども、こちら10月5日に開催された PayPay ペペ感謝で、別の動画でもちょくちょくコメントいただいてたんですが、まあ僕の動画を見てくださってる方は結構行かれたんじゃないかなと思います。そしてまあ僕のツイッターをフォローされてる方であれば、まあゆずひこの1日をなんとなく見れたのかなと思います。まあせっかくなので、まあ YouTube もしてるんで、YouTube にアップするか迷ったんですけども、サクッとお伝えしようと思います。それではまずはこちらですね、朝の9時に美容室を予約しまして、お会計したのがこちらですね、3300円で600円。 160円のバッグとということですねいや、こんな本当朝早くから美容室に行くのも僕としてはなかなか珍しいのでちょっと新鮮でした。そして朝も早いということもあって決済は問題なくできました。 次はこちらですね。ま、いろいろと話題になったユニクロなんですけども、美容室に行った後に爆速で行ったので、ちょうどオープンしてちょっと経ったぐらいだったんで、まあ、全然混んでなかったんですよね。もともと購入したい商品を事前に決めていたんで、ヒートテックともろもろを購入しました。そして、体験した方なら同じことを思ったと思うんですが、あのユニクロのレジが以前に比べてさらにパワーアップしていましたね。まあ、写真で出ているタッチパネルを使って行うんですけども、その時は操作がたどたどしかった自分でも店員さんにサポートして としてもらいながらまあ、無事にスムーズにお会計ができましたそして決済してこちらですね5000円ちょっと超えたんですけども一応1回の上限金額分の1000円をもらえましたねまあ、ちなみにこの時の時間を見てもわかるように10時32分と出てましたのでまあ、僕の場合は本当全然問題なくここも決済できましたね次はちょっと移動してコーヒー豆を購入しましたもうこれに関しては本当編集作業には欠かせないですね 2430円を PayPay ペペで決済して486円の還元。そしてちょっとですね、まあお店の店員さんとお話しする機会がありまして、まあ聞いた話によるとその日は PayPay ペペでの決済がほとんどということでした。まあそれを聞くと身近で PayPay ペペが浸透してるということで、まあ改めてちょっと実感しますね。そして4番目は移動して PayPay ペペランチをいただきました。レバニラとチキンナンバーをガッツリいただきまして、 お会計がが1100 220円ででででの還元ですす。ね。ここままも順調に決済ができてますそしてここで一旦自宅に帰宅して昼寝ちょっと仕事をしましてここからはちょっと夕方に備えますちなみにこの時間帯ぐらいからまあ結構いろいろお店で混み合ったりとか決済ができなかったりしてたみたいですねまあツイッターでちょ,っとちょくちょく見かけていましたそして夕方なんですけどもちょっと友達と合流しましてその友達がセブン銀行 ATM で PayPay ペペをチャージするということでしたのでセブン銀行 ATM にチャージしようとしたら たんですががそのの時にこちらの画像が出てきてきましたね、まあ、どんだけ長グッズが釣れるのっていうぐらいまあ見事に釣ってました、まあ、この時ですねツイッターを見たらすでに PayPay ペイペイにアクセスできないわクレジットカードでもチャージできないわでかなりすごいことになっていましたね PayPay、まあ、ペイペイを立ち上げたらまあこれで10分ぐらい待たされてるという感じでした そして友達も無事に PayPay ペペにチャージができまして、夕飯がこちら、あっさり煮干しラーメンをいただいてきました。普段は豚骨派なんですけども、まあたまにはあっさり系が食べたくなりまして、ここは PayPay ペペが使えるお店で満足でした。 ちなみにバッチリ会計もできまして、240円分の還元も表示がされていますね。あとは帰りがけにスーパーによってお買い物をして、しっかり最後まで20%還元を受けることができました。まあ最終的には PayPay ペペチャンスは当たらなかったんですけども、僕個人としたら本当タイミングが良かったのか、とてもいい一日を送れたかなと思います。そして今回の PayPay ペーペー感謝で振り返って、まあ個人的に思ったことなんですけど、主にこちらの3つですね。 まず一つ目は不安ということで、PayPay 決済もしくは、キャッシュレス決済がデビューの方からしたら、決済したいのに決済ができないというのは、本当と何残っちゃって絶対になると思います。まあ普段キャッシュレス決済に慣れている方であれば、まあ多少は覚悟していたことだと思うんですが、まさかここまでなるとは思ってなかったと思うので、まあ初めて使う方からしたらちょっと不安が残るかなと思いました。二つ目は還元ということで、1日だけとはいえ、どうやはり20%還元あるというのはとても嬉しいですよね。まあ、しかもペイ PayPay ペペチャンスもあるという楽しみも満載なので、まあ、今だけかもしれませんがこれもまたキャッシュレス決済の楽しみの一つかなと思いますそして最後3つ目は今後このようなキャンペーンが開催されるか分かりませんがもし1日だけのキャンペーンなど開催される際はそれだけの人数をしっかり管理できるぐらいの準備はしてほしいところではあります PayPay、まあペペの勢いはすごいと思うので今回のキャンペーンをきっかけにまた改善に向けて今後の成長に個人的には期待しています まあそんなこんなで今回は僕の PayPay ペイペイ感謝デーの一日について簡単ではありましたが振り返りをしました。いや、普段は基本引きこもりなので自転車で移動しまくったんでめちゃくちゃいい運動になりましたね。まあ今お伝えした以外でもユニクロではユニクロのアプリのインストールや会員登録を行っていなかったり会計に時間がかかったりとお客さんもなんですけども店員さんもかなり大変だったみたいですよね。まあこれがきっかけでスマホ決済めんどくさいとかカードが一番簡単で楽とかやっぱ現金の方がいいという意見も あるかもしれませんがまあ、キャッシュレス決済についての発信をしている僕からすると改善点含めてまだまだこれからかなとは思いますまあ、このキャンペーンがきっかけでネガティブな印象を持たれた方も中にはいらっしゃるかもしれませんがなんだかんだでキャッシュレス決済は便利なので特にまあ最近始まったこのスマホ決済もなんですけどもまあ、僕の動画では今後もこのキャッシュレスに関する些細な情報もお伝えしていますのでまた明日から動画も楽しみにしていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました